ポーランド海軍は、ポーランドが保有する海軍。現在160隻前後の艦艇を保有し、14,300名の海軍軍人を要する。バルト海で活動する海軍の中では、かなりの規模を誇り、イラク戦争にもアメリカ側として参戦した。軍艦機ポーランドはもともと陸軍国で、海軍力はほとんど持たなかったが、河川での通商や交易を守るための小規模な、 艦隊を有していた。ポーランドは13年戦争でドイツ騎士団を破り、第二トルム条約によってグダンスコ・プロイセンから得た。以降、ここを拠点に海軍を整備するようになる。1561年には、モスクワ大公国に勝利、海軍の拠点を新たに得たリガーに設けた。1627年には、スウェーデン・ポーランド戦争でリトアニアと共に、 スウェーデンを破り大西洋へ進出する可能性を得たが戦争自体がポーランドの敗北に終わり結局活用されることはなかったさらに海軍の拠点であったリガがスウェーデンによって奪われたこともあってポーランドの海軍がバルト海において派を競う機会をなくしてしまったポーランド自体がロシア帝国プロイセン王国オーストリアに分割され ポーランド海軍の歴史も幕を閉じた。再びポーランドが独立を取り戻すのは第一次世界大戦後である。1918年に近代ポーランド海軍が発足し、フランス、オランダやイギリスから軍艦を調達して艦隊が整備されたが、経済的に苦しいポーランドは大規模な海軍となることなく再び試練に見舞われた。1939年に ナチスドイツとソ連に侵攻されたポーランドは再び独立を失った。しかし、その直前に北京作戦でイギリスへ向かった三隻の駆逐艦,艦や海戦後にバルト海から脱出した潜水艦は連合国軍と共に戦った。また、戦争中にイギリスなどから引き渡された艦艇がこれに加わった。第二次世界大戦後、再びポーランドは独立を取り戻した。 ポーランドの独立はソ連の手によってなされ、ワルシャワ条約機構諸国になったため、艦船はソ連海軍のものを運用した。ソ連崩壊後は北大西洋条約機構に加入し、西側諸国の艦船を運用するようになり、現在では東西接中の艦船を運用している。パレードで行進するポーランド海軍水兵ポーランド海軍は参個小艦隊とヘリ、 飛行機の混成旅団からなる。海軍本部はグディニアに位置する。2011年6月現在。ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より。過去に収益した艦艇については、ポーランド海軍艦艇一覧を参照。2011年6月現在。ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より。ありがとうございます。